吉田さん、あの売上っていうのは単価かける購入人数ですか？うん、これ非常に単純な答えですよね。いくらのものを何人に売れたか、それが売上だよってことなんですよね。まあ、そうなると商品っていうのはすぐ決まって、売価っていうのはすぐ決められるんで、これ一人で決められますから。ただやっぱり自分の意思ではどうにもならないのが、何人の人が買うかっていうこの購入人数なんですよね。で、購入人数を増やそうと思ったら、基本的にはアクセスを求めていってたくさんの人を呼び込むしかないと。でも自分のアクセスを集中させる能力が低いと、一つのアウトプットに対して3人とか5人しか来ない。これを30人50人にしようと思ったら、単純にアウトプット量を10倍にするしかないですよね。で、ちょっと前に私もね、これを体験したんですよ。それがあのみんなの銀行ってアプリを吉谷さんに何度も何度も説明して、やっとやってくれましたよね。だからこれはかける回数で、吉谷さんにアプローチする回数は1回ではなくて3回5回という形で、要するにリピート客じゃないんだけども、リピートセールスですよね。で、まあしょうがないからやるかみたいな感じで、あの客数を強制的に増やす方法なんですよね。延べ人数を上げるっていう形ですよね。いつも同じ10人なんだけども、その10人に対して1回のアプローチだとかける10で10にしかならないと。でも2回繰り返すと2かける10で20になると。5回繰り返したら5かける10で50になるんで、アクセスを合計延べ50回にすることができるんですよね。だからこういう発想なんだろうなと思います。で、この単純な何回繰り返すか、どのぐらいしつこくやるかっていうのを本当にしつこくやってるのが吉谷さんでありね、私もすごく見習うところが多いなと思うんですよ。単純に本当に私たちは1回の動画アップロードで、まあ、大体100人前後のアクセスしか呼び込めないですから、これを100万回行こうかと思ったら、やっぱり1万本アップロードするっていう単純な計算になりますよね。それがいわゆる売り上げにダイレクトに関係してくるんですけども、多くの方は1回あたりのアクセスが大してないくせに量産もしないというね。だったらどうやって売り上げ立てるんですかってことになっちゃいます。まさに吉谷さんが言われたように、いやお客さん来ないんですよって言うけど、違う、どう来させるかってことを学んでるんでしょうと。その学んでないでしょ、そして実践する、学んで実践、学んで実践、どうやってアクセスを呼び込むか、トレンドのキーワードを使うのか、それとも何かの動画に合わせていくのか、誰かとのキャッチボールやり取りをして、その人のアクセスまで期待していくのか、いわゆる視聴者を共有するのかとかね、いろいろありますよね。まあ、車を使ってみたりとかっていうのもあるでしょうし、フックになるキーワードっていうのは世の中に無数にあって、どれを使ってもいい、ラーメンを使ってもいいですしね、それこそ失業を扱ってもいいし、コロナでもいいし、オリンピックでもいいと。まあ、あのなんか集客に困ってる人が今この時期にオリンピックでキーワードを使わないのは非常にセンスが悪いなというところもありますしね。夏ですから夏祭りでもいいと思いますし、金魚すくいとかね、さまざま考えられるというところがあります。まあ、よく昔ね、クリスマスの時期にジングルベールジングルベールって言うてる場合かみたいなことをやってる人が何人かいましたけどねまあ本当にしつこくそういった地道に繰り返すことぐらいしか凡人には残されていないんじゃないかなと思いますよね。そして売上が立たないのも集客ができないのも世の中のせいでも何でもなくて、自分の、まあ、やったかやらないかってことだけなんだろうなと思うんですよね。いってらっしゃい。